さあ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 、今日ねやってみたいことの一つが、イスタイルの新しく出たねマイティストレート、マイティストレート、オールマイティだからマイティストレートって名前らしいんですが、本当にねオールマイティなのか、いろんなリグでどんなリグで釣れるかね、ちょっと試してみたいと思います。まずは、ね、オフセットの脳進化。オフセット脳進化にストレートだし、ね、こんな感じの仕掛けでどうかなと。マイティストレート、マイティチャレンジね。こんな感じで。まんまミミズだね。よいしょ。マイティストレートのストレート出し。おお、元気。夏バツ。夏バツくんですね。おお。マイティストレートのまっすぐ刺し、ね、こんな感じで元気な夏バツくん釣れてくれました。じゃあ逃がします。いいとこかかってんね。結構ね違和感なく、ありがとう。よし、ストレート出し、マイティストレートのストレート出し、はい、ね、スーって寄ってくのが見えたね。はい、マイティストレートのストレート出し、小ぶりだけどね元気な魚でした。はい、逃がしてあげます。はい、2匹目ありがとう。あ、やばいやばい。マイティストレートの脇掛け、あー来た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 。マッキー掛けは速攻でしたね。オフセットでね、そのまんま。はい、マイティストレートのね、今度ワッキー掛けにしたら速攻で食ったね、まあピクピクみたいな感じの、そんな付け方でーす。ワッキー掛けセッティングね、ちょっと小ぶりですな。はい、ありがとうさん。見えないとこから急に食ってきたね。そう、まあ、ワーストレート出しから、ワッキー掛け、
マイティストレートのワッキー掛けに変えてピクピクアクションに変更してます。表層でね、こう波紋立てて、あーギルだな、ギル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 の反応がストレート出しに比べたら格段に良くなったんで、まあ合わせてバスも食っちゃうのかな。こう水面で波紋が立てやすくなったっていう感じですかね。で止めるとスーッと沈んでってくれて、まあまあ癖のないルアーなんで、癖のない優等生なピクピクを演出してくれますよ。ミエバスとかがいたらその鼻面に投げたいんですけどね、案外いないとこにはいいな。あーギルギルが水盤で離して、よし、ワッキー掛け2匹目。火がけも、おおお、引くね引くね。元気元気元気、はい、はい、ワッキーがけの2匹目ね。ワッキーセッティングにしたらこう立ち木のところとかで浮かせやすくなるっていうかね。結構ね、まあ、ピクピクみたいな感じでうまいこと誘えております。さあマイティストレート、いろんなリグで釣ろうってことで、ノーシンカーはワッキー掛けとストレート掛けね、両方試したからダウンショットね、ストレートワームのダウンショット試してみますよ。針は立ち木とかが多いのでオフセットでやってみたいと思います。で、重りは 2.6g、 スタジオ100のダウンショット。いや、暑いな、もう湿気と気温の暑さでダブルパンチで参っちゃいそうですが、魚もね、寒い時に比べたら活性はいいはずだよね。これでミエバスなんかがいてくれるといいんだけど、来た来た来た、ダウンショット、よー元気だな、ちっちゃいけど、ほいほいしょ、はい、ダウンショットで来てくれた1匹、ね、ありがとう。
わお、いるじゃん。おお、何、おっ、食った、あ、違うか、あ、食った、よし、おお、ベイトの真ん中に入れたらベイトについてるやつがダウンショットで来ました。よいしょ、あ、おもりとワームが外れた。あー、でもね、綺麗なパス。はい、ダウンショットで2匹目。マイティのダウンショットです。